愛するライトワーカーたち、まもなく開催される大きなイベントについての前回のメッセージの後、皆さんにもう一つの重要なお知らせがあります。あなた方の銀河の光の兄弟と姉妹は現在ガイアの表面への大規模な着陸を計画しています。着陸の第一波はプレアデス人と呼ばれる霊的に高度な存在の種族によって主導されます。プレアデス人は物理的な外観の点でプレアデス星系から来ています。プレアデス人は人類に非常によく似ています。彼らの文明全体は現在6次元に存在します。彼らはアセンションしました。低次元から意識の高次元へ、5次元とその先へ。何百万年も前にプレアデス人は人類の一部です。この宇宙に存在する6つの種族、彼らはアルクトゥルス人、金星人、アンテア人および他の多くの人々と共に神、根源、創造主に真っ先に奉仕するという純粋な意図を持つ高次元の存在の種族のグループを形成しています。そして必要な時、彼らは神の愛への奉仕を提供することに完全に取り組んでいます。彼らが行うすべてのことにおいて、彼らはすべてのことを忠実に奉仕します。すべてのより大きな善のため、上記4地球外種族は何百万人もの人々にとってこの銀河の主な守護者であり続けてきました。何年にもわたって彼らは人類を最も危険な脅威から見守り、導き、守るという神聖な義務を神から課されています。地球上での時間の始まり、いつの時代でも常に人間集団の工事の意思を尊重する。恐れることは全くありません。プレアデス人はあらゆる出来事に対して完全に準備が整っています。恐怖やその他の3次元の反応によって人類が生み出すことのできるものは何もありません。彼らに害を与えることはありません。彼らには何もないでしょう。彼らについては兵器とみなされる可能性があり、人類に対して敵意を持っていると誤解されるようなことは絶対に行いません。あなたと一緒に食事をしました。地球上のすべての言語、もしあなたが彼らの一人に実際に友情を持って近づく勇敢な者の一人なら、彼らとのコミュニケーションは簡単で楽であることがわかるでしょう。この高度に進化した生物の種族は強い愛の高い振動を発します。そしてすぐに安全、快適、愛されて、完全に愛されていると感じさせる光、プレアデス人は今でもこの銀河で人類を守る守護者の一人です。彼らは重要な役割を果たしました。スピリチュアルな覚醒中と開発、人類、私は二元性、恐怖、欠如、分離に基づいた人類の現在の三次元の生き方のあらゆる側面を解体し、完全に基盤となる5次元社会の基礎を確立するのを助けるためにここにいます。平和、団結、愛、豊かさ。